はい、今回もドライアイスのシャボン玉作りに挑戦したいと思います。この装置ですね、これを使ってシャボンディショットを作りたいと思います。ここから出てくるはず。うお、出てきました。わおわお、パトン。おお、それではドライアイス風船爆発実験を行います。うわ、破けた。ざけんあちち、あちあちち。ではちょっと暗くて見えにくいですが、近藤さんをこのドライアイスペットボトルで破裂できるのか実験をしてみたいと思います。では近藤さんにこれだけのお湯を入れました。はい、こんな感じで失敗に終わりました。セウネル。それではこの近藤さんにドライアイスを入れてみたいと思います。爆発しました。グッドラック。